Spinner。 おはようございます。山本ソニアです。5月17日火曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。上海の完全なロックダウンは6月1日に終了する。中国のゼロコロナ政策による経済的コストが増大する中、上海市当局は段階的な再開計画を発表しました。マクドナルドがロシアから永久に撤退する。ファストフード大手のマクドナルドはロシア国内の店舗を地元の買い手に売却する計画を発表しました。これはロシアのウクライナ侵攻がいかに自国の経済に打撃を与えているかを浮き彫りにする動きであると言えます。プーチンが NATO の拡大はロシアにとって直接的な脅威ではないと述べた。一方でプーチン大統領は NATO がフィンランドとスウェーデンに軍隊や武器を送ろうとした場合、ロシアは対抗措置を取るだろうと警告しました。ジェットブルー航空がスピリット航空の敵対的買収を試みている。ジェットブルー航空はスピリット航空の株主に対しフロンティアグループホールディングスとの合併計画に反対票を投じ、1株30ドル、日本円でおよそ3800円での現金による買取提案を受け入れるよう呼びかけました。スリランカのガソリン不足が深刻である。新しい首相であるウィクラマシンハ首相はこの国には1日分のガソリンしかないと語りました。また14種類の必須医薬品の在庫が危険なほど不足しています。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。クォーツジャパンでは世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝えるポートレートオブミーがスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。山本ソニアでした。 Have a nice day!